突然ですが、75歳以上の区民の皆様にお知らせです。新型コロナウイルスワクチンの接種が始まっています。区では75歳以上の方お一人お一人に新型コロナウイルスワクチンの接種券を発送いたしました。今回お届けしたのは昭和22年4月1日以前に生まれた方で、4月5日現在品川区に住民票がある方です。この色の封筒が届きますので、必ず中身を確認してください。封筒の中には接種券のほか、接種のご案内、接種のお知らせ、予約方法のご案内、予防接種についての説明書、予診票が入っています。接種は任意で強制ではありません。予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスク、双方を理解した上で自らの意思で接種を受けていただきます。現在病気などで治療や投薬を受けている方は、接種を受けてもよいか、かかりつけの先生に必ず事前に相談してください。予約開始日や接種日は年齢等によって異なります。ワクチン接種は2回です。接種が終わるまではこれらの書類は大切に保管してください。そしてこの封筒にはユニボイス機能がついています。スマートフォンや専用読み取り機でご利用ください。なお接種は無料です。ワクチン接種名目の先電話にはくれぐれもご注意ください。その他詳しいお問い合わせはこちらまで。